施設だったんだろう。なんだ、眠っているのか。いや、保存状態はいいが、全て死んでいる。死体？墓場なのか、ここは。墓にして、それにヘルガイムキルではない。ヘルガイムキルがダナ人を作り変えてレナ人としてレネギスに住まわせたとすれば、どこかにその処置を行った場所があったはずだ。ここがそうだというんですか。じゃあここにいるのは皆ダナ人、いやレナ人なのか。おそらくな。それが何らかの理由で放棄されたのだろう。こんなに大勢連れ去られて、そのまま目覚めることもできずに。どうやら戦わないと先に進めそうにないわ。気をつけろ、でかいぞ。何、なんでこんなのがいるの。なんか普通じゃないぞ、この水軍。何を仕掛けてくるかわからない。油断するな。ここへ行くぞ。
クリトス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 オルスターそれは私に任せて今のやつはな。ここで作られて放棄されたものがそのまま生き延びていたとかでしょうけど、確かめようがないわね。どうしたんです？いや、ふと鋭ブリガで誕生したはずの王たちはどうなったのかと思ってね。どういう意味だ？鋭ブリガで勝者となるのはいずれも強力な精霊術使いだ。そしてさっきの敵には複数の人体を思わせる形状があった。明らかに自然のものではない。あれが勝者の慣れの果て？それがそのままずっと忘れられていたの？あるいはの話だがね。あんなことをどれだけ繰り返してきたんだ。ヘルガイム・キルはレナの精霊がそれをさせたんだ。ただ精霊力を得るだけのために。もう降ってこないよね。そう願いたいな。ああ、